小玉町級排水塔地図小玉町級排水塔は埼玉県本庄市小玉町小玉にある建築物。国の登録有形文化財に登録されており、本庄市が所有、管理している。日本の給水塔は駒沢給水所など国内で20基確認されているが、小玉町排水塔は全国で7番目、埼玉県内では3番目に建設されたものである。 同棟は1928年から1934年にかけて当時5000の人口を抱えていた小玉町が実施した水道施設工事事業の一環として埼玉県の技師を務めていた宮原雄次郎による設計の下で建設され1931年に竣工した。等は高さ17.5メートルの RC 作り、外壁はモルタル塗りで入り口と階段室が 正面に突き出した格好をしており、塔内部は下層に溶水用ポンプ室を上層にドーム型天井の筒型高化水槽を有する構造で、現役当時は自然流化方式により、小玉町域へ水道水を追立ち最大五百立方メートル供給していた。同東は高圧ポンプでの排水が普及したことにより九百五十五年に排水塔としての役目を終え、 現在は地宝刀として使用されている。2000年10月18日に国の登録有形文化財となり、2014年には老朽化から建物を保存するために大規模な改修工事が行われ、前扉や手すり、窓枠などが水色に塗り直されたりした。ありがとうございます。